けまして、おめでとうございます。メドツです。毎年、混雑を避けるために、三が日が過ぎてから来ます。天気も良くて、気温も高いので、初詣日和です。と、言っても、最高気温、3度ですけどね。屋台も出ていて、美味しそうな匂いの中、向かいます。お昼近くに来たので、食べたいけど、我慢して、まずは参拝にしましょ。と言いつつ、何が売ってるか、チェックしながらですけどね。定番のたこ焼きやお好み焼き、焼きそばにしようか、肉まんも良いなとか、悩むのが楽しいですよね。いい匂いで、いっぱい買っちゃいそうなので、足早に急ぎましょ。ここに集まってるのは、おみくじですね。境内にもいろいろあるから、ここでは引かず、境内で引きましょ。コロナ対策が表示されてるゲートがありますね。三が日では、参拝に1時間並ぶほど、混雑してたみたいなので、コロナ対策大事ですからね。おいおい、そんな歩き方してたら危ないぞ。ま、雪国の子なら、余裕か。まだ、気温が0度だったから、手が冷たいので、入り口にある火で少し温まりましょ。炎の温かさを目で感じ、パチパチの音で耳でも温かさを感じ、こういうの、いいですよねー。温まったので、いざ、参拝へ。あ、その前に。こちらでは、しめ縄やお札を焼いてます。うちのしめ縄もこんがり、さて、参拝参拝。めっちゃ凍ってる。蜂の絵は雪より寒さですからね。冷たいけど、ちゃんと手を清めましょう。さて、今度こそ参拝へ。足元、めっちゃ凍ってる。気をつけていきましょ。狛犬さん、凛々しいですなちゃんと並んで参拝してますねでも、やっぱり、鈴がないのは、ちょっと寂しいです。子供を抱っこして、お賽銭を投げさせてますねー。この子たちは、何をお願いしたのかな？地球平和かな？一生懸命伸びて、お賽銭投げてるこの姿、かわいいなー。
や上品が、いい感じに、雰囲気を出してます。灯籠のところに、天城への絵がありますね。今年こそ、コロナが収束するといいですよねー。毎年、でかい絵との絵馬が飾られます。今年は、虎年。凛々しい虎が描かれてますね。みんな、記念写真を撮ってました。参拝したら、やっぱこれを、おみくじを引かないとですよね。皆さん、大吉だー、とか、小吉かーとか、楽しくおみくじを引いてますね。いろんなおみくじが売ってあって、どのおみくじにしようか迷っちゃいますねー。糸や石、招き猫など、小物が入ってるのが、やっぱり人気っぽいですね。おみくじをしっかり結びましょ。あれ、利き手と逆の手で結ぶんじゃなかったのかな。みんな両手で結んでるなー。ま、気持ちの問題だから、いいか。いろんなところに結んでありますねー。みんな運気が上がるといいなこっちには、開運テントっていうのがありますね。なんだろう、行ってみましょ。ここにはおみくじもありますが、熊手や浜やお札が売ってました。門の外にも売ってますが、どうせならこちらで買いたいですね。売ってるお兄さんたちが笑顔で接客してたので、なんか気持ちよく運気も上がる気になりますねー。こんなのもありました。小さな浜屋を投げて穴を狙うみたいです。入るかな、頑張れー。しかも健康狙ってるでしょ。なかなか入らないな。お母さんが学業を狙ってと、そこで恋愛を狙ったら面白いのに。正面から見ると恋愛運の穴小さいな。大開運、そんな小さくて入るのか。さて、最後に境内の裏を回ってみましょう。こちらが本殿ですねー。裏側は何かおごそかな感じで好きです。
あ、行き過ぎちゃった。最後に、キツネさん、こんにちは。初詣も満喫したし、そろそろ、帰りましょ。今回の動画はいかがでしたか？一緒に初詣気分を味わっていただけましたか？本年も皆様にとって笑顔大きい一年でありますように。ではまたです。